ローレルは、アメリカ合衆国メリーランド州、プリンスジョージズ郡北部に位置する都市である。パタクセント川沿い、ワシントン DC とボルチモア市の中間にある。19世紀初期に工場長として設立され、1835年に、ボルチモアハイオ鉄道が開通して工業が拡大し、後には、ワシントン DC とボルチモアの労働者の初期、ベッドタウンとなることを可能にした。 今日ではほとんど住宅地であり、その工業時代を移すメインストリートを中心とする歴史地区を維持している。アメリカ合衆国国防総省が今日のローレルではよく知られた存在であり、アメリカ陸軍の基地であるミードトリデ、アメリカ国家安全保障局、ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理研究室も近辺にある。サラブレッドバの競馬場であるローレル・パーク競馬場が 地域のすぐ外にある。2010年国勢調査で、の人口は25,115人だった。ただしローレルの名前は、プリンス・ジョージズ軍、ハワード軍、モンゴメディ軍、アナランデル軍の未編入領域まで及ぶように、成長しており、これらを合わせた人口は102,149人で、ある。白秋の多くの恐竜の化石が、ローレルにある広さ7.5エーカーの公園で、 保存されている。この場所は、アストロドンやプリコノドンの化石化した歯が出てきた他の発見もあり、アメリカ合衆国東部で化石が最も豊富に出土する場所と言われている。ローレルは、スノードン家が所有するパタクセント側の滝線にあった土地から形成された。スノードン家は、モンペリエ邸宅も所有していた。 ワシントンターンバイク道路会社が1796年から1812年にアメリカ国道1号線を建設し、ジョージ・ワシントンを定期的な通行者とする南北方向幹線道ができた。1811年頃この地にあった製粉所が1820年代には面子工場に成長していた。1828年ボルチモアからジョージ・ダウンまで、 運河を建設するための詳細測量が行われた。これは提案されていた。チェサピークオハイオ運河につなぐことが意図されていた。エルクリッチランディングからブラデンスバーグまでの経路は、現在のアメリカ国道1号線とケニルワース、アベニューにほぼ沿った水路を建設するものであり、サベージミルで利用されていた水力に被害を与えないよう特別の注意が払われた。このプロジェクトは進まなかった。 鉄道、すなわちボルチモアオハイオ鉄道の建設に重きが置かれるようになった。1835年、ボルチモアからワシントンまで、キャピタル支線の開通と時期を同じくして、パタクセント製造会社が認証され、その工場が大きく拡大された。その社長であるホーレスケプロンが、共同経営者と共に300人近い労働者のための家を建設し、 さらに大きな面子工場を作った。この工場で作られたカンバス地はローレルのメインストリートとなる通りを運ばれ、それから鉄道に積まれてボルチモアに運ばれた。1850年には頑丈なダムが建設された。ローレルは工場長としてプリンスジョージズ軍ではいくらか得意な存在であり、周りは農地で囲まれていた。町は当初、 ローレルファクトリーと呼ばれており、学校と店舗及び労働者の多くの家屋まで1860年代まで会社が所有する企業上下町だった。1840年代、町の歴史ある教会としてメソジスト教会、セントメアリー・オブ・ザ・ミルズとフィリップス教会の3つが設立され、現在も活発に活動を続けている。南北戦争の時、ローレルファクトリーは、 メリーランド州の多くの町と同様、町の中で分裂し、南部への同調者も多かった。北軍兵が鉄道をパトロールし、一時期は北軍の病院もあった。19世紀後半、工場は依然として創業していたが、製造業は町での役割が小さくなっていった。ローレルは初期の郊外町に変わり始めていた。住民の多くは鉄道を使って、 ワシントンやボルチモアに通勤した。町は1870年に法人化され、1890年に再度法人化された。これは新しい発電所が建設され、通りが舗装され、板張りの歩道ができたのと時を同じくしていた。この時までに町の人口は2080人にまで成長しており、市は家畜が通りに入ることを禁止した。1870年。 ローレルパタクセント銀行がメインストリートとワシントンアベニューの角に設立された。1874年、町の代表がアナポリスに送られ、ローレルを新たな軍にする請願を行った。人口は1万人であり、土地はプリンスジョージズ軍、ハワード軍、アナランデル軍、モンゴメリー軍から分割することとしていた。1879年、ローレル音楽学校が 国道一号線沿いに建てられた。この建物は1915年に映画館に転用され、木造の仮想会は駐車場になった。この建物は1917年の火事で消失し、1900年代後半に同じ場所にアカデミーフォードが建設された。1888年、発明家のデイビッド・ J ウィームズがローレル駅近くで2マイルの傾斜付き円形トラックを 作り、無人の電車を試験した。重さ3トンの電車は20分間で120マイル、地の速度に達した。1890年、シティズンズ国定銀行がメインストリートで開業し、プリンス・ジョージズ軍では最初の国認定銀行となった。チャールズ・ウェイチ・スタンリーが最初の頭取りになった。 この銀行は2007年に PNC ファイナンシャルサービスが買収するまで名称をそのまま独立して営業を続けていた。当初の建物で支店会計は現在も提供されている。20世紀への変わり目、ルイス・バーレットがハーフウェイハウスというホテルを運営していた。このホテルは後にミルステッドホテルと呼ばれ、ボルチモアとワシントンの間で運営される。 四つの駅場車線の停車駅になっていた。1898年、旧車から出火した日が建設から100年が経つホテルに広がり、メインストリートに沿った建物を燃やした。フェルプス市長は、バケツリレーの手段しかなく、ボルチモアに電報を打って、消防士、馬、消防車の特殊部隊を派遣するよう依頼した。一人の消防士が転がる消防車で押しつぶされ、燃える。 遺体安置所から救われた棺で戻ってきた。この惨事によって町に水と消防施設を備える動きが生まれた。1899年、ローレル市長を7期務めたエドワード・フェルプスがプリンス・ジョージズ軍で初の高校建設に成功したが、建設費についてはいくつか障害もあり、自ら財政的なリスクを引き受けた。最初の校舎は、 現在、フェルプスコミュニティセンターと呼ばれ、モンゴメリー通りと八番通りの北東角に立っている。1979年には、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。1902年、シティサバーバン鉄道が、ワシントン・バーウィンローレル鉄道と共に単線路面電車の運行を始めた。列車の正面衝突事故現場。 1922年7月31日1905年、現在はローレル古群を構成する163エーカーの農場にローレルサナトリウムが建設された。この施設の目的は、神経病者、アルコールや薬物の中毒者を看護することだった。中央の管理棟に直結された5つの建物には、男性と女性のために8室、14室、30室、 36室の施設があった。サラブレッドバの競馬場であるローレルパーク競馬場は1911年の会場であり、現在も使われている。作家ローラ・ヒレンブランドの著書シービスケットアメリカのレジェンドではローレルが重要な競馬場であることを数回言及している。1948年から1990年には、 フリーステートレースウェイというつなぎが速歩競争用の競馬場もあった。国道1号線の西側、ハワード群内にあり、現在はカーマックス自動車販売店、ワイスのスーパーマーケットおよび商店街のあるサベージの南である。1913年2月、ロザリー・ガーディナー・ジョーンズが率いた選挙権ハイクの停止点となった。これにローレルを本拠とす。 夕食女性参政権運動集団が加わり、次の大統領に決まっていたウッドロー・ウィルソンに宛てた、旗とメッセージを入れた小包みを発送した。ローレルの板張りレース場、1925年7月11日1925年、自動車用板張りレース場がローレルにできた。周回線125マイル、木製、楕円形のトラックをジャック・プリンスが建設し、 48度に停車させたバンクが売り物だった。同時に16人のドライバーによるレースができた。ワシントン・ボルチモア自動車スピードウェイは短命だった。監修3万人までを集められたが、364エーカーのアボンデールの土地に40万ドルの建設費をかけたものを回収できず、1926年には関在人の管理下に入った。 天然ガスが1929年に街で使えるようになった。1931年、アンジー・ガーリンがローレル・パークと国道1号線の間のディバル農場に屋外ボクシング会場として7000席の円形劇場を建設した。その運営するミッドシティボクシングクラブは数回の行事を開催したが入場者が少なく利益は地元警察に押収された。 この施設は同じ年に CE コーネルに売却され、コーネルはそれをツインシティーズ・アリーナあるいはミッドシティ・アリーナと呼んだ。1932年、このアリーナではアルバート・リッチー州知事を観客に加えて世界ボクシング協会の全代表が戦いに出席するという活動を行った。試合を見た後5ラウンドで停止するよう要求された。代表団は ジュニアライト級の試合を中止し、このクラスでは若いボクサーの試合を奨励しないと宣言した。アリーナの運営は世界強行の頂点にあった1933年シーズンの終わりに停止された。アメリカ合衆国における禁酒法は1934年に撤廃された。これと時を移さず、プリンス・ジョージズ・ブルーイング・カンパニーが ローレルパークに隣接する100エーカーの土地に50万ドルをかけて醸造所を建設する計画を作ったが、実現はされなかった。1954年、ジョンズ・ホップキン総用物理研究所が、ハワード群内、ローレルの西にそのキャンパスを建設し、住所はローレルとした。1960年までに、ローレルはミードトリデやアメリカ国家安全保障局から大きな成長を予測していた。 町は依然としてパタクセント側に下水を流しており、上下水インフラを整備するための都市補助金を申請した。隣接する広さ1200エーカーのメディーランドシティの開発では5000個の住宅が計画されていた。市の企画官であるハリース市にが、全国キャピトル企画委員会が2000年までにローレルで人口過密となることを防ぐために散財開発を行うと予測した。 ジャイアントフードのネオンサイン、国道1号線沿いは50年以上も商業的なランドマークとなった1960年代、後半、人種差別問題の緊張が頂点にあった。1967年、ローレルでは、クークラックスクランに属する4人の若者がローレルグローブの家1軒を焼いた。これが抗議と警察による封鎖を促進することになった。十字架が燃やされる事件。 クークラックスクランの更新、数件の不審火が続き、警察のバリケードが作られ、夜に白人住民がザグローブに入るのを妨害した。同年8月、市は1949年に民間クラブに売却していた個人所有の水泳プールを買い戻すと宣言した。このプールは白人住民のみが利用できるようになっていたが、すべての住民に解放される。 人種統合施設として運営することを宣言した。1972年5月15日、アラバマ州知事ジョージ・ウォレスが民主党の大統領候補指名を求めて運動しており、この日はローレルショッピングセンター、現在バンク・オブ・アメリカの支店となっているところ近くの駐車場で集会を開いていた。ウォレスは精神障害者で非番の主営アーサーブレマーに銃で撃たれ、 下半身不随となった。1972年6月22日、ハリケーン・アグネスの襲来を受け、メリーランド州では、記録に内容は大洪水が起こった。橋がいくつか流され、ロッキー・ジョージ貯水池にあったティー・ハワード・ダケット・ダムが満水となり、崩壊の危機にあった。1975年、市政委員会は、メインストリート周辺に、 歴史地区を創設する条例を成立させた。1982年、開発業者のキングドン・グールド3世が2回の取引で、ローレルの土地3539エーカーを1500万ドルで買収した。ローレルとベルツビルの間にあった最大の区画は、コンターラという名前で開発され、メリーランド修道2 0号線を建設することで、主要道路へのアクセスが確保された。 九番通りとメインストリートの北東角にあった1840年代、工場労働者の家屋が改築され、1996年5月1日にローレル博物館として開館された。この博物館では、ローレルとその市民の歴史に関する展示を行っている。中には、ギフトショップがあり、入場は無料である。博物館のジョンカルダー・ブレナン図書室は、 予約により研究者に解放されている。2001年9月24日、藤田スケール F3 の竜巻がローレルを襲った。ローレル高校や歴史あるハリソンベアードのビルの屋根に損傷を与えるなど物損が甚だしかった。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の前にアメリカン航空77便のハイジャッカー数人がバジェットホストバレンシアや 地域のすぐ北にあるハワード郡のピンデルモーテルなどローレル地域のモーテル数県に滞在した。彼らが泊まったバレンシアのウィングが解体され、その地に新しいスリープインが建設され、2007年4月にオープンした。ハイジャッカーは地域南の近郊図にあるコンピュータでインターネットにアクセスしていた。またゴールドジムで訓練してハイジャックに備えていた。 FBI のディレクター、ロバート・エス・ミューラー賛成による報告書では、このジムがローレルにあるとしており、一方別の資料では、スーマイルミナミのグリーンベルトにあるとしていた。2005年8月29日、ローレル氏はミシシッピ州ローレルと姉妹都市を結び、ハリケーン・カトリーナからの救援と復興を支援することとした。その後の2年間で、メリーランド州ローレルの政府、 企業と住民はミシシッピ州ローレルのために2万ドル以上を集めた過表はローレルとその近在にありメリーランド首都公園企画委員会あるいはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定されている歴史的な場所のリストであるローレルは北緯39度5分45秒整形76度51分35秒 三十39.09583度成形76.85972度39.09583-76.85972に位置している。パタクセント川の岸にあり、この川は町の初期工業化に貢献した面守工場の動力源だった。ローレルの法人化された地域は プリンス・ジョージズ軍の北端の中に完全に入っているが、地元民がローレルと呼んでいる。大きな地域が、東方のアナランデル軍、北方のハワード軍、西方のモンゴメリー軍にも広がっている。ローレルの郵便番号は2707から2709と2723から2729である。ローレル郵便局サービス範囲にありながら、モンペリエは、地域に入っていない。 ミヘニュー領域のスカックスビルやハワード軍のウィスキーボトム、アナランデル軍のメリーランド式とラセットも同様である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は4.33平方マイルであり、このうち陸地4.30平方マイル、水域は0.03平方マイルで、水域率は0.69%である。ローレルはメリーランド州中央部で、 典型的である温暖湿潤気候区にあり、暑く湿気た夏と温暖から、冷涼な冬が特徴である。年間降水量は多い。アメリカ合衆国農務省の規定する植物体感生態では7と8にある。統計目的のために、アメリカ合衆国国勢調査局は隣接する4つの未編入領域を国勢調査指定地域に指定している。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ローレル鉄道駅ローレルの市内は南北にアメリカ国道1号線が貫いており、南はフロリダ州、キーウェストまで、北はメイン州でカナダとの国境に通じている。市の西には週間高速道路95号線が通り、 東側市境の向こうには、ボルチモアワシントンパークウェイが走っている。これらの道路と交差して、東西方向の幹線道が、メリーランド州道198号線であり、ローレルの中心部で国道1号線と交差している。その他の主要州道は、南のハワード群とを結ぶ、州道216号線、ローレルとブーイを結ぶ、州道197号線がある。 修道2 0号線の東端が地域のすぐ南にあり、ローレルとゲイザースバーグを結んでいる。一般用途空港であるサバーバン空港がブルックブリッジ道路沿いにあり、アナランデル軍との軍境を越えたところである。この空港は長年、救急ヘリ、飛行訓練、企業の旅行者に使われ、地域の主要に空港の代替空港として機能している。 ローレルから半径25マイル以内には、ボルチモア・ワシントン国際空港と、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港がある。メリーランド地域通勤鉄道のボルチモアと、ワシントン DC を結ぶカムデン線の駅として、ローレル駅とローレル競馬場駅の二つがある。ローレル駅は、イーフランシス・ボールドウィンが、ボルチモアハイオ鉄道のために設計した駅の中でも有名な例である。 ワシントン大都市圏交通公社のメトロバスがローレルに入る4つのバス路線を運行しており他にコネクトアライドとハワード交通のバス便もあるタクシー会社やシャトルサービスを行う会社もあるローレル警察署とプリンスジョージズ軍警察署第6区が地域の警察機能を担当しているメリーランド州警察は国道1号線、州道198号線 週刊高速道路95号線をパトロールしており、アメリカ合衆国公園警察は、ボルチモア・ワシントン・パークウェイと、その接続路をパトロールしている。ローレル消防団の消防車103ローレル、消防団詰め所、ローレル市とプリンス・ジョージズ軍内の周辺地域に、緊急サービスを提供するのが、ローレル消防団とローレルボランティア救助隊である。どちらもプリンス・ジョージズ軍消防。 緊急医療部の一部である。ローレル消防団は1902年に結成された。現在の詰め所は、チェリーレーン7411にある。ボランティアのスタッフは、月曜から金曜の午前7時から午後3時までキャリアの人員4人に補強される。消防車が3台あり、タワー車も1台ある。救急車のサービスは2006年12月11日に始まった。 キャリア二人が詰める救急医療隊も消防団に配置されている。ローレルボランティア救助隊は1952年に結成された。現在の詰め所は部位道路14,910にある。月曜から金曜の午前7時から午後3時までキャリアの人員4人に補強される。救急車1台、基礎救命支援車3台があり、水難救助隊もある。 ローレル地域病院は1978年にグレーターローレルベルズビル病院として建設され、現在はリメンジョンズ医療システムが運営しバンドゥー線道路沿いにある。ローレル市は5人の委員による市政委員会と1人の市長が統治している。市内には政治上の区が2つある。第1区は外してメリーランド州道198号線より北。第2区は 南の地域である。市政委員のうちの各区から二人ずつが選ばれ、もう一人が市全体を選挙区に選ばれている。市政委員の候補者は選挙の一年以上前からローレルに住んでいる必要がある。また人気中も同様である。同様に市長の候補者も選挙前の二年以上市内に住んでいる必要がある。市全体の党派によらない選挙が奇数年11月の 1> 第1火曜日に行われている。モンゴメリー通りと8番通り、セントメアリーズプレイスの角にあるフェルプスシニアセンターは第1区の投票所であり、サイプレス道路にあるロバート J ・ディピエトロコミュニティセンターが第2区の投票所である。市政委員を選ぶ、次の選挙は2015年11月に行われ、それに続く市政委員会通常会合で当選者が就任する。 通常会合は毎月第2および第4月曜日に開催されている。市政委員会は5選により議長を選ぶ。議長は委員会の集会を差配し、市長不在の場合は市長の権限のうち限られた部分を代行する。委員の任期は2年間であり、市長は4年間である。スタンリー記念図書館はプリンスジョージズ軍記念図書館システムのローレル支所であり、 7番通りとタルボットアベニューの交差点にあるアナランデル郡公共図書館の支所であるメリーランドシティアットラセットもローレル住民が利用できる1946年ワシントンで最初のテレビ局が設立されローレルでテレビ放送を視聴できるようになったそれから長い間ワシントンの放送局4局ボルチモアの放送局3局から放送が送られてきている さらに、ワシントン、ボルチモア、アナポリスには多くの UHF テレビ局がある。これら3つの都市から数多い AM ラジオと FM ラジオの放送も届いている。地方紙は西ある。ローレルリーダーとローレルガゼットである。また市内に AM ラジオ局が1局あり、ヒスパニック系住民に放送を送っている。ローレルは、 ワシントンとボルチモアの間にあるので、漁師の日刊誌、ワシントンポスト、ワシントンタイムズ、ボルチモアさんも購読されている。多くの住民は、ワシントン・イグザミナーという無料誌も読んでいる。地元の芸能会場には、ビーナス劇場、ローレル・ミル・プレイハウス、セントラル、メリーランド・コーラル、モンペリエ芸術センターがあり、画廊も一つある。その他に、WSSC 画廊がある。 市政府は毎年5月のレイクフェスト、7月の独立記念日の祭りを支援している。1981年からローレル商工会議所がメインストリート祭を公演している。この祭りは毎年5月に母の日のある週末土曜日に開催されている。また1995年から毎年10月のリバーフェストも公演している。 モンペリエ邸宅の敷地では1971年から毎年5月第一週末に祭りを行っており、2007年にはハーブ、茶、芸術をテーマに模様替えした。市域内の公立学校ローレル市域内の公共教育はプリンス・ジョージズ軍公共教育学区が管轄している。市内の小学生はローレル小学校とスコッチタウンヒルズ小学校のどちらかに区分けされる。 両校とも市内にある。中学校は、ドワイト・ディ・アイゼンハワー中学校と、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア中学校の2校であり、ローレル市内で機能している。高校生は、市内のローレル高校に入学する。近隣の公立学校ローレル市域外で地域に、機能する小学校には、ボンド・ミル、ディア・フィールド・ラン、ジェームス・ h ハリソン、モンペリエ、オークランズ、 スコッチタウンヒルズ各小学校がある。隣接するアナランデル群には、メリーランドシティ小学校、ハワード群には、ホレストリッジ、ゴーマン、ハモンド、ローレルウッズの各小学校がある。中学校では、アナランデル群のマッカーサー中学校とミード、中学校、ハワード群のハモンド中学校とマレーヒル中学校がある。高校では、アナランデル群のミード高校、 ハワード郡のアソルトン高校、ハモンド高校、レザバー高校がある。プリンスジョージズ郡で著名なマグネットスクールは、エレノ・アルーズベルト高校である。コロンビア特別区オルタナティブ学校コロンビア特別区教育学区が、ローレルの近くで、マヤ・アンジェロ・アカデミーという代替中学校と、高校を運営している。私立学校プリンスジョージズ郡。 コミュニティカレッジとハワードコミュニティカレッジがローレルでキャンパスを共有しておりローレルカレッジセンターと呼ばれているキャピトルカレッジがローレルの南にあるローレルのアナランデル郡に入る部分にはウッドランドジョブコーズセンターがあるローレルの公園レクリエーション部は季節によって成人用スポーツリーグを公演している地域の青少年リーグはローレルリトルリーググレーター ローレルユナイテッドサッカークラブ、ローレルサッカークラブ、ローレルボーイズガールズクラブがある。行事は11ある市民公園、3つの運動場、3つのコミュニティセンターで行われている。また、ローレル市は市民水泳プールやテニスコートも運営している。屋内施設4カ所と屋外施設7カ所は民間の賃貸で利用できる。地域の南西。 フェアランド地域公園のグラウンドにあるフェアランドスポーツアスレティック複合施設はメリーランド市と公園企画委員会が運営している。これらの施設では水泳、機械体操、テニス、ラケットボール、ウェイトトレーニング、児童保育、マッサージ療法など幅広い活動が行える。フェアランド地域公園にはガーデンズアイスハウススケート場もあり、アイススケートの授業、 大衆のスケーティング、フィギュアスケーティング、アイスホッケー、スピードスケート、カーリング用に、リングが3名がある。近年は、バスケットボールや、ラクロスも追加された。ガーデンズアイスハウスは、アトランティックジュニアホッケーリーグで活動する、ティアスリージュニア A のアイスホッケーチーム、ワシントンジュニアナショナルズや、アメリカンインドアフットボールリーグで活動する、 国内フットボールのメリーランドリーパーズが本拠地にしている。ローレルローラースケーティングセンターは地域のすぐ北にあり、大衆がローラースケートを行える場所である。AMF ボーリングセンターも市内にある。ありがとうございます。